フルタミナは、インドネシア共和国政府が株式を所有する国有の、最大手石油、天然ガス関連会社である。インドネシア国内で、石油、天然ガスの採掘、生成をし、国内販売及び輸出を行っている。1957年12月10日に設立された、石油、ガス公社が母体となっており、2013年の、フォーチュングローバル500では、 インドネシア企業として初めて122位にランクインした。2019年は175位。国内に石油生成施設を所有し、最大の石油関連製品の配布網を持っている。また27の子会社、13つの関連会社とジョイントベンチャー、6つの石油生成施設、5407カ所のガソリンスタンドを有している。 2017年の石油開発実績は年間124.7200万バレル。天然ガス開発実績は年間742.91億立方フィート。2018年8月24日、現在の代表取締役兼最高経営責任者のネカ、ウィジアワティが正式に任命を受けた。2019年現在、取締役の一覧は下記の通り。 プルタミナの遠隔は次の通り。インドネシア各地に石油採掘施設、石油生鮮施設、液化天然ガス基地を持っている。原油の加工、液化天然ガス及び石油化学製品の生製施設は下記の通りとなる。プルタミナのガソリンスタンド、給油場所がオートバイ用と車両用に分かれている。プルタミナは インドネシア全土に5407カ所のガソリンスタンドを保持しており、国内では石油製品の流通面でも独占している。インドネシアで4つの天然ガス液化基地の運営に関与している。スマトラ島におけるアルン LNG プラントでの天然ガス採掘が不調であり、新たな天然ガス資源の模索として、スラウェシ島のドンギスノロ LNG プラントに三菱商事、 韓国ガス公社と共同出資し、2015年8月に稼働させた。なおアルンでは、もともと液化基地であった設備を改造して、LNG 受入れ基地を稼働させている。日本は、歴史的に天然ガスの大口顧客であるほか、以下のプロジェクトで、高い技術的知見と資金力を持つ日本企業との提携を強化している。1960年、主として、 LNG の輸入相手国である日本、韓国、台湾との外交拠点として東京都内にプルタミナ東アジア代表部を設置。現在は帝国ホテルタワー内にオフィスを構えている。ペルタミン、フォーチューン、2019年12月24日、閲覧。ペルタミン、PT、ラプステトップコーンディレクシーペルタミン。 www.pertamina.com2019 年12月24日閲覧ペルタミン S ヒストリープルタミナ国営石油公社75年はじめに約105億ドル朝日新聞1976年5月21日長官13班9面 PGN とパーターゲスが統合石油 ガス国営企業の地下部会社の事業最適化へ、プルタミナ東アジア代表部。インドネシア国営石油会社、プルタミナ東アジア代表部。2019年12月24日閲覧。 http://cilsien.info/.archives/.6067-https://squdrase.lamborgini.com/.partners/.perta-mina-https://www.as-web.jp/.f1/.1816 プルタミナルブリカンツ、昨年に引き続きアウディ。チーム一つ山へのテクニカルサポートが決定プルタミナ、東アジア代表部。インドネシア国営石油会社、プルタミナ東アジア代表部。2019年4月23日閲覧。三菱商事とインドネシアのプルタミナ、LNG 基地建設へ。 ハッ,ッ,ット https://r. コロンススララッッシシュュ日系 .com スラッシュアーティクルスラッシュ,ュ dgxwlsdz10hywq5a111c1mm8000 日本経済新聞プルタミナ東アジア代表部ありがとうございます